これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 大阪ガスフォースダウン残り1ヤード、攻撃権はフィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー3番、キックレングス26ヤード。キック成功、3点獲得。大阪ガススカンクス10点、クラブホークアイ0点。フォースダウンでフィールドゴールアテンプト、これをキッカー3番高森良介選手が決め、フィールドゴール成功。大阪ガススカンクス第2クォーターに3点追加です。ここまでの得点10点。プレーナンバー 2-2 大阪ガスキックオフ。先ほど得点を挙げた大阪ガスのキックオフで試合再開です。キッカー3番、世代が得点としました大阪ガスタンクスのキックオフで試合再開です。リターン、このリターンはフォークアイ陣15ヤード付近でボールデッド。ここからフォークアイの攻撃です。大阪ガスカンクスキッカー3番高森選手のキックオフ、試合再開。これをクラブホークアイリターナー81番、麻生正弘選手。プレーナンバー 2-3 フォークアイファーストダウン10、ボールアン自陣15ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、セカンドエフォートで約9ヤードのゲイン。キャリア41番、クラブホークアイランニングバック41番佐藤明信選手、中央つきまして9ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-4 ホークアイセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン自陣24ヤード。東海ファーストダウン、ランニングバック41番ハンドオフで再び地を突破、ファーストダウン獲得です。クラブ東海ランニングバック41番佐藤昭信選手の地をプレー、4ヤードをゲインしファーストダウン獲得です。クラブ東海自陣28ヤードから、プレーナンバー2-5東海自陣28ヤードからファーストダウン点。クォーターバック3番ハンドオフェから自らキープ、約5ヤードのゲイン。クォーターバック3番長吉選手、自らボールをキープし、レフリータイムアウト、プレイヤーの主張によるタイムアウトです。ただいま負傷した選手を保護するため、レフリーによりますタイムアウトが取られております。プレーナンバー2-6
ホークは自陣24ヤードからサードダウン、自陣34ヤードからセカンドダウン6、セカンドダウン4です。失礼しました。中央へのランプレー、しかしこれは大阪ガスのアジャストよく1ヤードロス。クラブ崩壊、ラインマップ41番佐藤アクラブ選手のランプレーでしたが、ノーゲインに抑えられています。プレーナンバー2の7、ホークアイ自陣34ヤードからサーダウン4。ホークアイファーストダウン、クォーターバック3番バンチフォーメーションのショットガンから QB キープ、パワープレーによりファーストダウン獲得。プレーナンバー2の8、ホークアイファーストダウン、対ボールの自陣39ヤード、クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、これを大阪ガスが削除し QB さん約5ヤードロス。オフェンスライン、ディフェンスライン54番古賀選手が QB さん5ヤードのロスを奪っています。プレーナンバー2の9、ホークアイセカンドダウン15、ボールオン自陣34ヤード、ホークアイセカンドダウン。クォーターバック3番オプションプレーを展開しようとしましたがアジャストされ1ヤードロス。クラブ崩壊の攻撃でしたが大阪がスタックス、再びディフェンスライン54番古賀一樹選手が QB サック、1ヤードのロスを奪っています。クラブ崩壊サードダウンの攻撃、プレーナンバー2の10、崩壊サードダウン15、ボールオン自陣34ヤード。先ほどのプレーパスのキャッチかどうかの判定を待ちます。
ファンプレパスが成功しております、ファーストダウン獲得かどうかをメジャーメントを行います。先ほどのパスは成功しています。しかしファーストダウンか否か、今からチェーンを使った実測を行います。ダウンオフサイドパスが成功、しかしパスキャッチをした地点、ボールをゲインした地点がファーストダウンに至っているかどうかメジャーいたします。わずかに届いておりません。フォースダウンと変わります。フォースダウンにも届いておりません。ボールの先端はメジャーの内側でした。フラムフォークアイの攻撃はフォースダウン。プレーナンバー2の11、フォークアイフォースダウンインチ、プレーを選択します。ギャンブル、ゲインできれば攻撃権更新、失敗しますと攻守交代です。フラムフォークアイフォースダウン、ファーストダウン獲得までは残りわずかです。中央エドランプレー、クラブファイファーストダウン、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。クラブファイファーストダウンでプレーを選択。クォーターバック3番長内新選手のキューブスニーク、中央ついて1位のゲイン、ファーストダウン獲得です。新たに4回の攻撃権を得ています。クラブファイ50ヤード付近よりファーストダウン権。プレーナンバー1の、2の12、クラブ崩壊ファーストダウン点、ボールオンハーフウェイ。中央へのランプレー、キャリア41番、しかしこれはアジャストされノーゲイン、セカンドダウンとなります。ランニングバック41番佐藤選手のランプレー、しかしここは大阪ガスタックス、ラインバッター44番小南選手のタックルによりノーゲイン。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクです。ここで給水のためウォータータイムアウトが取られます。プレーナンバー2の13、崩壊、崩壊セカンドダウン点、ボールはハーフ、試合再開です。プレーナンバー崩壊セカンドダウン点、中央へのランプレー、キャリア41番、ゲインは2ヤード。クラブ崩壊ランプレー41番佐藤選手の中央プレー、
ラグのプレーのゲインは2ヤードをタックルしましたのは大阪ガスカンス。ディフェンスライン54番小賀選手。プレーナンバー2-14ホークアイ相手陣48ヤードからサードダウン8。ラグホークアイサードダウンファーストダウン獲得まで残り8ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト。前半1回目クラブホークアイ前半1回目のタイムアウトを取りました。ここでクラブホークアイ前半1回目のタイムアウトの要求です。東海前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-14東海相手陣48ヤードからサードダウン8。タイムアウト終了しましてクラブ東海サードダウン8。パス不成功。クォーターバック3番プレイアクションからロングパスターゲット27番しかしこのパスはカバーされパス不成功フォースダウンと変わります。クラブ崩壊スタジアム攻撃でパスを投げましたがパスは不成功。パスカバーしていましたのは大阪ガスカンディフェンスバック32番ルーキー寺島優平選手でした。プレーナンバー2-15崩壊パントフォーメーションボールオン相手陣48ヤード。ラブホークアイフォースダウン。このパントは外へ出ました。大阪ガス自陣10ヤード付近からの攻撃と変わります。プレーナンバー2-16大阪ガス自陣12ヤードからファーストダウン点。なにわ君23番ハンドオフから右オフタックルを走り約3ヤードのゲイン。ランニングバック23番内ヶ島選手のランプレーゲインは3ヤード。タックルしたのはクラブホークアイナイバッター5番バイキャプテン小野光平選手でした。プレーナンバー2-17大阪ガス自陣15ヤードからセカンドダウン7。大阪ガスカンスセカンドダウン7。クォーターバック10番ハンドオフェから中央突破大阪ガスカンス約4ヤードゲイン。大黒選手自らボールを持ち4ヤードゲイン。タックルしたのはクラブホークアイラインバッター91番宮和明選手でした。プレーナンバー2-18大阪ガス自陣19ヤードからサードダウン3。パースダウン獲得まで残り3ヤード。Come on.
大阪ガスファースター何枠14番ハンドボタッチを突破ファーストダウン獲得です。大阪ガスファースラニーマーク14番小林大輔選手のランプレー6ヤードゲージファーストダウンを獲得しています。新たに4回の攻撃プレーナンバー2-19大阪ガスファーストダウン点ボールオン自陣25ヤードファーストダウン点クォーターバック10番パスと見せかけての QB ドローゲインは約2ヤード大阪ガスファースクォーターバック10番大室選手の左のオープンプレーゲインは2ヤードほどプレーナンバー2-20大阪ガス自陣27ヤードからセカンドダウン8大阪ガスファースセカンドダウンインターセプト クォーターバック10番ミドボーへのパスを投じましたこれを取ったのはホークアイ27番したがって攻守交代ターンオーバー大阪ガスターフスパスを投げましたがこのパスをクラブホークアイディフェンスバック27番鈴木拓夢選手がインターセプトこれに攻撃点はクラブホークアイに変わります。クラブホークアイ敵陣22ヤードから4回の攻撃開始ファーストダウン点前半終了まで残り2分15秒ホークアイ相手陣22ヤードからファーストダウン点クォーターバック3番ランニング枠31番のシャベルパスゲインは約2ヤードランニングバック31番加藤慎太郎選手のランデータックルしたのは大阪ガスカンツディフェンスライン53番プレーナンバー2-22フォークアイ相手陣21ヤードからセカンドダウン内クラブフォークアイセカンドダウン内クォーターバック3番ハンドオフエカのキープを試みましたがこれはアジャストされノーゲインクォーターバック3番長谷選手がボールをキープしかし大阪ガスカンプスディフェンスライン92番金田拓実選手のタックルノーゲインに抑えられていますプレーナンバー2-23ホークアイ相手陣21ヤードからサードダウン9クラブホークアイサードダウンファーストダウン獲得まで残り9ヤードここでホイッスル。ホークアイ後半失礼前半2回目のタイムアウトを取りました。ここでクラブホークアイ前半2回目のタイムアウトの要求です。前半2回目のタイムアウトを取りましたプレーナンバー 2-23 フォークアイ相手陣21ヤードからサードダウン9前半残り時間は58秒クラブフォークアイサードダウン9
エンドゾーンへのパス、しかしこれはカバーされパス不成功です。フォースダウンと変わります。パスをカットしましたのは大阪ヤスカウクスディフェンスバック24番渡辺雅樹選手でした。ヤブマカイパースダウン獲得まで9ヤードを残しダウンはフォースダウン。プレーナンバー2-24クラブ崩壊フォースダウンフィールドゴールトライ、キッカー93番キックレングス33ヤードキックブロックフィールドゴール失敗、攻守交代です。プレーナンバー2-25大阪ガス自陣39ヤードからファーストダウン10。ファースト、ワイドレシーバー一番サイドライン際へのパスを取ってファースト。選手のパスは先ほどのキャッチ判定を待ちます。ただいまのプレーについて審判団で協議がされています。先ほどのパスキャッチできておりませんでした。キャッチしていたときにボールを確保しておらずマフした状態で 外へ出ました。パスは確実に補給した状態でなければキャッチとしては認められません。したがってパス失敗、セカンドダウンとなります。パスが成功でしたのでボールは元の位置に戻り、ダウンは次のダウンセカンドダウンに変わります。パスが不成功でしたのでゲームクロックが止まっています。プレーナンバー2-26大阪ガスセカンドダウン10、ボールオン自陣39ヤードセカンドダウン10。パスは成功、パス成功、バスター。クォーターバック10番のパスをワイドレシーバー11番ジャッグルしながらキャッチ、ファーストダウン獲得です。大阪ガスカイクス工業ダンク18番キャプテン岡井三選手からワイドレシーバー11番平田義成選手が、クォーターバックが18番でした。ここで大阪ガス前半2回目のタイムアウトを取りました。ここで大阪ガスカイクス前半2回目のタイムアウトの要求です。大阪ガス前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-27大阪ガス相手陣45ヤードからファーストダウン10、試合時間残り23秒、終了しまして大阪ガスカークスファーストダウン10。パス不成功、パスにコンプリート。クォーターバック18番ワイドレシーバー2番へのパス、しかしオーバースロー、サードダウンに変わります。失礼、セカンドダウンに変わります。セカンドダウンの攻撃に変わります。前半終了まで残り17秒。
プレーナンバー2-28、大阪ガス相手陣45ヤードからセカンドダウン10。試合時間残り前半残り時間は17秒。パスセット。クォーターバック18番ワイドレシーバー8番にパスを通し約8ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。プレー終了後の反則です。パーソナルファウル、レイトヒット、ポイント、ディフェンスの反則です。レイトヒット、プレーが終わった後に相手選手にヒットしました。ペナルティーの発生地点から15ヤードのバッターを受けます。したがって大阪ガス15ヤード前進してのファースター。残り7秒現在の時計がおります。ディフェンス側クラブ崩壊にレートヒットの反則、ボールデッドをした後に接触をしたという反則。この反則のバッターは15ヤード。大阪ガスタンクス、ボールデッドとなった地点から10ヤード前進した地点よりファースダウンの攻撃を開始いたします。チームタイムアウト、チームタイムアウト。大阪ガス前半3回目最後のタイムアウトです。大阪ガス、ここで前半3回目のタイムアウトを取りました。これで大阪ガスの前半のタイムアウトはなくなりました。前半終了まで残り7秒です。大阪ガス前半最後のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-29、大阪ガス相手陣21ヤードからファーストダウン10。ここでフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカー3番、キックレングス37ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト、クラブホークアイ、ここで前半3回目のタイムアウトを取りました。ホークアイもこれで前半のタイムアウトはなくなりました。ここでクラブホークアイ前半3回目のチームタイムアウト。プレーナンバー 2-29、 大阪ガスフィールドゴールトライ、キックレングス37ヤード。キッカー3番、
3点獲得。大阪スカンツ約37ヤードのフィールドボールをキッカー3番高森洋介選手の決め、3点追加し大阪スカンツ13点、クラブホークアイ0点。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半の終了です。前半終了となりまして大阪スカンクス13点クラブホークアイ0点、大阪スカンクスリードで後半戦に移ります。クラブホークアイの試合前半終了しまして大阪スカンクス